皆さんこんにちは。キリッとしたルックスなのにどこか可愛らしさも兼ね備えている大女優吉田羊さん。2023年現在49歳になりますが、まだ結婚されていません。40代以上で結婚していない女性芸能人は他にもいらっしゃいますが、そもそも結婚願望がなかったり、いいお相手がいなかったりと、結婚しない理由は様々です。そこで今回は吉田羊さんの歴代彼氏や吉田羊さんの驚くべき性癖についてまとめていきます。また過去に吉田羊さんが体調不良を訴え、ドラマ撮影も一旦中止したとのニュースがありました。このニュースにネットでは何か大きな病気ではないかなど様々な噂があったので、こちらも一緒に紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単に吉田羊さんのプロフィールから見ていきましょう。生年月日1974年2月3日出生地福岡県久留米市。身長163センチメートル。血液型 O 型。職業女優。活動期間1997年所属劇団東京スリカ。2001年、2007年事務所オランク。2018年、吉田羊さんは日本アカデミー賞優秀主演女優賞をはじめとしたたくさんの賞を受賞している名女優さんです。そんな吉田羊さんは幼い頃から女優としての素質が垣間見えていました。子供の頃からお芝居の真似や人前で歌を歌ったりすることが大好き。中学3年生の時には体育祭の応援団長を務めたことで人気を集め、学校にファンクラブまでできました。そして大学3年生の時、女優になるために小劇場の舞台に挑戦。大学卒業後はフリーの女優として活動を始めました。そして2008年の NHK 連続テレビ小説瞳への出演をきっかけに、様々な作品に起用されることになり、最近ではドラマラストマン、全盲の捜査官や映画ウィニーなどに出演されています。そんな吉田羊さんですが、前述の通り現在も結婚されていません。結婚の条件については様々あると思いますが、大前提として吉田羊さんに結婚願望はあるのでしょうか。調べてみると、吉田羊さんは2015年7月8日、2015年度納豆クイーンの表彰式で結婚願望について聞かれ、一生に一度は結婚した、5年以内にはしたいと答えています。また2018年5月9日放送の今夜比べてみましたで、過去の恋愛や現在の恋愛観に語った際も、一生に一回くらいは結婚をしたいなって思ってますけどねと同じように答えていますから、ポジショントークや世間体のために言っているのではなく本音だと思われます。吉田羊さんの理想の夫婦像は自身のご両親なんだそうです。2018年5月2日放送の梅沢富美男のズバッと聞きますに出演した吉田羊さん、 MC の梅沢富美男さんから、なんで結婚しないんだいと聞かれると、結婚しないわけじゃないんです、今してないってだけでと答えた上で、両親が80歳近くになっても愛し合っている理想の夫婦であること、両親を見ていると生涯を添い遂げたいという人に一人くらい出会いたいと思うと語っていました。やはり吉田羊さんにははっきりとした結婚願望があるみたいですね。そんな吉田羊さんですが、過去にはいくつもの熱愛報道が出ていました。中でも有名なのは、芸人として活躍し2015年には小説火花を執筆し芥川賞を受賞したピース又吉直樹さんです。吉田羊さんが又吉直樹さんのことについてファンであることを公言され、熱愛の疑惑はさらに高まりました。さらに吉田羊さんは週刊朝日で作家の林真理子さんと対談した際に、私言葉を持っている人がいいんです、自分が言葉を知らないので言葉を持っている人に憧れるんですと語っており、又吉直樹さんが好きだと芥川賞受賞前から言い続けていたとのことです。その後、吉田羊さんと又吉直樹さんは
2016年11月25日に行われた第44回ベストドレッサー賞の授賞式で一緒になり、その際に受けたインタビューでも吉田羊さんは又吉直樹さんに対する愛を語っています。さらにはその翌日の同年11月26日防具ウーマンオブザイヤー2015でも2人は揃って出席し、腕を組んでレッドカーペットを歩く姿を見せてくれました。この怒涛の展開にマスメディアは2人の交際が近いのではないかと期待したでしょう。しかしこの恋は吉田さんの一人相撲だったのか、それともガツガツ行き過ぎて惹かれてしまったのか、その後2人の交際が噂されることはありませんでした。吉田羊さんは又吉直樹さんの他にも熱愛疑惑のあった方がいるので、お二人ほど軽く紹介していきます。一人目は中島裕翔さんです。吉田羊さんは2016年4月11日に中島裕翔さんとの熱愛が報じられています。吉田羊さんと中島裕翔さんは合鍵を持つほどの中で、中島裕翔さんは吉田羊さんのマンションに7連泊もしていたといいます。さらに都内での食事を済ませた二人は手をつないで吉田羊さんのマンションへ、消えていく姿も目撃されています。熱愛報道が出てから双方の事務所はお互いに熱愛報道を否定し、その後は熱愛が出ていません。このことからするとお互いの事務所からの圧力により火消しされ、破局へと追いやられたのではないかと憶測されます。二人目は安住紳一郎さんです。吉田羊さんと安住紳一郎さんについて調べていると、安住紳一郎、吉田羊、婚約というワードがよく検索されていることが分かりました。しかしお二人が結婚したとの情報はありません。ではなぜ安住紳一郎さんと吉田羊さんの婚約が噂されているのでしょうか。安住紳一郎さんと吉田羊さんの婚約が噂されている理由は、安住紳一郎さんと吉田羊さんがとっても仲良しだからです。安住紳一郎さんと吉田羊さんは過去に放送されていたバラエティ番組ぴったんこカンカンやラジオ番組安住紳一郎の日曜天国で何度か共演されています。2018年に放送されたぴったんこカンカンでは、安住紳一郎さんの小さな気遣いに対して愛だねと吉田羊さんがコメントされたこともありました。ですが吉田羊さんと安住紳一郎さんは熱愛が報じられたり、二人だけで一緒にいるところを目撃されたりしたわけではありません。よって安住紳一郎さんと吉田羊さんの婚約はただの噂に過ぎません。ですがその可能性が否定されたわけではないので、今後に期待ですね。ここまで吉田羊さんの熱愛について調べてきましたが、その際に吉田羊さんの性癖について語られた記事を見つけたので、こちらも紹介していきます。私生活では着物や古い家具などに囲まれて暮らすのを好む温故知新的な一面を持つ彼女ですが、実は匂いフェチでもあるそうです。バラエティ番組では匂いフェチをカミングアウトしていましたが、どんなものでもまずは匂いを嗅いでしまう癖がある。打ち上げの飲み会でも出されたお皿の料理をクンクン、お酒のグラスをクンクン、ここまではまだありですが、挙句の果てにお酒が回ると一緒に飲んでいる男性の顔をじっと見て鼻をヒクヒクしながら体の匂いを嗅ぎ取ってしまう。どうしても止まらないんだそうです。酔うほどに匂いに敏感になる吉田羊さん、こういった部分も恋愛に影響したのかもしれませんね。では最後に吉田羊さんの体調不良、病気の噂について紹介します。ドラマコールドケース3真実の扉の収録中に主演の吉田羊さんが緊急入院するというアクシデントが発生していました。吉田羊さんが倒れたのは7月下旬と言われていますが、その後吉田羊さんは無事に退院して収録を終えています。吉田羊さんの緊急入院ではっきりとした病名は公表されていません。吉田羊さんの体調不良の原因について過労という噂が多く広まっています。これは事務所が発表したことですぐに復帰できると思いますとも言っていたことから事実と思われます。実際に当時の吉田羊さんのスケジュールを見てみると、過労で通れても頷けるレベル、2つのドラマ主演に加え
さらに2つの映画を掛け持ちしているという激務っぷり。これは過労と言われても納得です。ネットでは何か大きな病気ではないかとの噂もありましたが、病気についての情報は何も出てこないことから、こちらの噂は今回の件が飛躍して生じたガセネタということで間違いなさそうです。ですがこの噂も吉田羊さんの年齢を考えると、ここまで心配されるのも妥当な気がします。今後は自身のキャパをしっかり把握して無理ないペースを保ってほしいですね。いかがでしたでしょうか。今回は吉田羊さんの歴代彼氏や性癖、病気の噂についてまとめてきました。何歳になっても美しいままの吉田羊さん、結婚願望があるとのことなので、いい人に出会って幸せになってほしいですね。仕事もバリバリお考えでしょうから、無理ないペースで今後も活躍してほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。